踊ってくるので、あまり長くはできないんですけど、最近そんななんか長くできない日が続いてて申し訳ないです。体調とか、体調はワクチンとかだけど、ごめんね。またできる日にゆっくりお話ししましょう。頑張ってくる。今日本当はそうお昼にそう自主練する予定だったんですけど、今日はお昼あのドラチャレの収録をしてきたので、ぜひお楽しみにしててください。なんかなんで理由を言ったかというと、みんながなんか理由を言わずに短く終わったらなんか変なこと言って私のこと分かってくれてる人は心配するかなとか、私のことはちょっとよく思わない方はなんか変な予測でいろいろ言われちゃうかなと思って一応説明しました。一応説明しといく。りんたろうさん、もみじありがとう。しんのすけさん、ファイトありがとう。こんばんは。やっほー、お疲れ様。今日もおはようメールさ、あれだったんですよ。おはようメールが遅れてなくて、遅れてたんですけど、 朝のね今日6時ぐらいみんなにおはようってツイートした時に一緒にメールも送っといたんだけど、これでなくていろいろあってみんなの元には届いてなくて、そう収録が終わってから気づいたの。そしたらみんながどうしたの、元気ですかとか、めっちゃドライブなっちゃったとかで、元気ですかみたいな、体調悪いですかみたいな来てたから、あ心配かけてるんだなと思って、一応今日のこともめっちゃお腹鳴っちゃった、説明しておきます。ラッキーアイテム見た、ありがとう。アンピーのブログみんな読んでください。靴下ね、パンダ。今日初めて履いたのはあれ。昨日のメロンパンはあれです。大阪のメロンパン。みほちゃんと買ったやつ。だからみほも今日食べてた。ドラチャレの楽屋で。今日は髪の毛巻き巻きしてもらいました、メイクさんに。でももう取れてきてる、取れてきてますね。もうずっとマスクだったんですよ、ドラチャレの間。だからもうちょっと結構取れてるけど、いやー、袖、そう、え、このさ服ね、手洗うときに困る。ちょっと手洗うときにこうやってやるんですけど、よくね、よくここ水浸しにしちゃいます。あと今日はなぜかね、めっちゃ服のもうあちこちに、見えるのかな、あっちこちにね、なんかチョコの、これ水で今洗ったんですけど、もうね背中ぐらいまでチョコがなんかすっごいついてて、どこでつけたのかわかんないけど、もうね服がチョコだらけになってね、もう取れないと思う、多分急いで水で洗ったから今水浸しなんですよ、服の裾が後ろまで。そう、うん、これは去年ねお誕生日にもらったお洋服ですなんですけど、だから大事に着たいなと思ったんだけど、結構ねお話し会とかでも着たことあるやつなんだけどね、もうチョコだらけだったの、なぜか、なんでだろう。黒さん、かわいい、ありがとう。え、今日アイス食べたからかと思って、ジャイアントコーン食べたからかなと思ったです。でももうねすごいの、服の右半身が前から後ろまでなんかベトーってめっちゃチョコついてて、どういうことって思って、
洗っても取れなかったんですよ。見える？こういうのが後ろまで、ヘンゼルとグレーテルの足跡かなってぐらいずっとポン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 って背中までついてるんです。困った。ゆうたくんアイス10個、大吉さんかわいい、ひろちさんキノコ、ゆうたくんトンボ10匹、センスゼロさんお疲れ、カズくんかわいい、シェンさん花束、カズくん帽子とお疲れ、ありがとうございます。ありがとう。もうなんでだろう、不思議だなと思って。でさ、これを服を洗ったら水浸しになって、床も水浸しなんです。今フローリングさ、洗面所のフローリング水浸し服からこう水がポチャポチャ落ちて、すごい水たまりができちゃったんですけど、ちょっとこのあと掃除しなきゃいけない。掃除しようと思ったけど、いやまずは配信と思ってちょっと今放置してますだからその間にさ、なんか魚が泳ぎ出したら大変、水たまりでいっちゃんハート10個、ヤシさん花束、もっちゃん猫さん、レインボースター、クロさん小判ありがとうございます。いや違う、だって配信、そうこの後まだあるから、私配信を先にしないと、そう時間が取れないかと思って、とりあえずそう後回しにしました。魚がね泳ぎ出して、アメンボとか、仕事じゃないよこの後は、さっき説明した通りです。この後のことは、こんばんは。もう今日ね4時に起きたけん、もう眠たいんですもうね、めっちゃ動いたから楽しみにしててください。ドラチャレの放送、もうめっちゃパセリってこんな動けるのかって思うと思います。動いた分をすごいまとめて放送されると思うんですけど、 YouTube の番組だからギュッとしてあると思うけど、いっぱい今日は動きました。いっぱい動いたよ。そうリコちゃんも疲れて、そうリコちゃんもね私以上に疲れてて、一緒に帰ってくる時もずっと、なんかそのドラチャラの収録がお昼過ぎぐらいに終わって、でその後メンバーと一緒にお寿司食べて、でその後いろいろ買い物も行ったんですけど、買い物1万5000歩とか歩いてて、もうみんなクタクタで帰ってきました。でも私はこの後もあるので、ちょっと眠気をビンタでもして覚まして頑張ろうと思います。おみかんさん回復薬ありがとう。よしさんハートありがとう。クロさんバラありがとう。動画も撮ったんよ今日、バスケしてる、だからそれも今日収録した内容が解禁できるようになったらツイッターに載せようかなと思っているのでお待ちください。だからメールとかに載せる写真もまだ全然なくて、そうだからまたツイッター載せます。私ドッジボールは苦手、いつも逃げてた、逃げ戦です。ヒエーンとか言って逃げてました、ヒョーとか言ってここボールが通ってヒョーヒョーっていつも隅に固まってた人です。ひりやすみさんバラ10個ありがとう。いつも逃げてた、怖いもん。バスケもなんかめっちゃ上手い人からのパスとかは怖いです、もうスピードがさ違うんだよね。あ、
初めて見てます。ああ嬉しい、ありがとうございます。もう申し訳ない、こんな疲れ切ってる日に普段はこんな感じじゃないんですよ。全然いつもはねもっとなんかねダラ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 ね美味しい食べ物の話とかをしてるんです。もう今日はねもうおねむさんなんですね。また見に来てほしいな。ありがとうございます。多分 YouTube ってあれですよね、私が6年間みたいな話したやつを見たってことですよね。ありがとう。いつもはもうちょっとテンション高いけど今日はねもうあのリコちゃんですら、工藤リコちゃんですらもう疲れ切ってたからもうあのハイテンションのリコチですら。クロさんキノコありがとう。何時ま、そうだねもうそろそろかな、あと10分ぐらいしたら終わろうかなと思います。明日も頑張ろうみんな、使いさば。でもなんかせっかく気になって見に来てくださった方がいるのにこうやってこういうやっぱね悔しいね、こういう日。いや、 やっぱタイミングですね、タイミングだね。ありがとうみんなも見てくれて、いつも見てくれてるみんなも。そうだよ明日月曜日だよみんな。そうね毎日配信してるからね。バッセーこんばんは。そうまた、そうしかもさコメントしてない方とかでもそういうの見て気になって、ツイッターとか見て気になってきたよって方もいらっしゃると思うからね。そうだよね、またみんなに見てもらえる、楽しく見てもらえるように、また元気に。今日も全然元気なんだけど、体調悪いわけじゃないんですけど今日は。でもそう、でもお楽しみにって感じですみんな。本当に動きまくったのでめっちゃ動きました。もうずっとお腹鳴ってるもん今も、聞こえてるかな。そう長い時は長いんですよ。でも今月入ってからワクチンのあれとかでちょっと短めが続いてるんじゃないですか。あの時間をまた作ってゆっくりまたみんなと話したいと思っています。もう口も回らんくなってきた口も上がらなくなって、上がらなくじゃなかった、コメントに上がるといいねってなったから口が上がらなくとか読んじゃうね。本当にもう脳みそが働いてないです。困った。クロさんコスモスありがとう。あ、ハンガーが落ちた。眠いという、眠いとかじゃなくてもう今日はたくさん動いて、朝から収録とかでたくさん動いたからっていうのがあるんですけど、私のメールとかを見てない方も多分さ配信見てるから、なんでこの人こんなノロノロ話してるのとか思ってるかな。もう悔しいよ。そう、あ、そうだった、この後掃除しなきゃだった。そうなんですよ洗面台の掃除をしなきゃ。ダルさんかわいいニコありがとう。カードリさんもみじありがとう50個。
そうだよ。あ、りねちゃんがそう雪見大福のパンおすすめしてくれたけど、私そんな惹かれんかったから食べてないよ。また今度機会があれば食べる。りねちゃん、私がツイートしたらいっぱいリプくれる。りねちゃん最近ありがとう。昨日はなんかすごいなんかこうみたいな、すごいなんかヒーみたいなさ、ちょっと圧のある笑顔の顔文字をめっちゃ乱用したリプが来ました。びっくりした。ありがとうりねちゃん。あと今日私が朝ツイートした自撮りもなんかりねちゃんが数日前にツイートした自撮りと似てるって言って LINE が来ました。やっぱ運命だなみたいな言ってた。嬉しい、ありがとう。りねちゃんなんかみほりんにも絡んでた、みほみたいな、私の名前呼んでくれたのみたいな書いてた。りねちゃん面白いですよ。なんかあのツイッターのツイッターのさ、この間私がりねちゃんにリプしたやつのツイートがめっちゃ面白い。顔にニキビができたツイートのやつ面白かった。黒さんタコありがとう。みほちゃんもなんか頑張って岡山弁かなって返してた。昨日はね、あの私がリネタンが毎日ツイッター始めてから毎日ねむねむにゃんこのツイートをしてるんですね。夜にリネはもうねむねむにゃんこじゃけどみんなはどうみたいなツイートをしてるから、私も昨日真似してねむねむメロンパンだけどどうみたいなツイートしたけど、その元ネタリネタのツイートをさ知らない人がさ、メロンパン美味しそうですねメロンパンいいですねみたいな、どこのメロンパンですかでリネタンが昨日本家のねなんかリネタソワみたいなでツイートしてたんですけど、そうギンギンニャンコですみたいな、何ギンギンニャンコって何と思ったけど、リプラン見たらもうなんかリネちゃんのファンの方はさ、もう多分メールの頃から慣れてるから、もうねリプランもねみんなそんな感じなんですよ。私はなんかなよなよなめくじですみたいな、何なよなよなめくじと思って、え何何それと、新種のやつと思って見てた。私のメロンパンのツイートのリプランとリネタンのギンギンニャンコのツイートのリプランの差が面白かった。あれサンライズじゃないよ、大阪のメロンパンです。玉で木村屋の栗カスタードメロンパンです。エドモンドさん可愛い、ありがとう。ねむねむ、今日のりねちゃんのツイート可愛かった。写真もう髪が落ちてくる、どんどん撮ろうかな、もう撮っちゃおうかな、これもう今日はね、ゆるく結んでもらったんです。でもゆるくだったから、その収録終わった後めっちゃボサボサしちゃったからね、結び直させてもらったんだけど、もう撮っちゃおう。ボサボサだよ、みんなドラテラ楽しみにしててくださいね。ああ、この日の収録はあのパセティがショールームで口が回ってなかった日の配信かと思って見てもらって、いっぱい動いたんだなって見てください。お楽しみにしてください。あともう顔が丸々丸子だから、明日から
の次の僕と絵までちょっとスイッチを入れることにしました。最近9月12のライブの日からもう好きなもの食べながらゆるくだったんですけど、ちょっともうガチで行こうと思って、この2週間ないぐらい、2週間弱ちょっとガチでやったろうと思って思っております。ガチガチにあんこでいきますので、でも食べる野菜をメインにいきます。そう、アイスを禁止しようと思っているなので、よろしくお願いいたします。皆さん代わりに食べてもらって、アイス、10月11日からアイス禁止、とりあえず22までだけど、それが一段落ついたら30だっけ、31か31までして、でそこでまた達成できたら誕生日まで行きます、自分の。あ、でも待って、違うやん、私さ、ショールームでみんなとアイス食べる約束しちゃった。あー、どうしよう。うん、じゃ一旦そのショールームで食べる時だけ解禁日にしよう、一回だけ、いつかはまだ決めてないけど、そんで10月中に一回だけそうやってショールームで食べて、あとはもうアイス禁止にしようと思います。さすがにもうブヨブヨにあんこなので、だからみんなも一緒に食べようね。そう、僕隊と月末の、そう、2周年コンサート、コンサートじゃない、2周年公演、ペン落としちゃった、期生の2周年公演に向けて、え、待って待って、私10分ぐらい喋るとか言ってる、今日も喋りすぎてないんですかね、大丈夫。あ、お腹鳴っちゃった。お腹が鳴ってる。ごめん。そう、今月お話し会もあるよ。だからみんなさ、パセリに会いに来るじゃないですか。しかも可愛い服着るから、その可愛い服が似合うようになるために頑張ろうと思って、みんな会いに来てくれるから、そのためにね、楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。楽しみだよ。だってね、数ヶ月ぶりのお話し会だから、すごく楽しみにしてるんです私。なので、なので、なので。みんなに可愛いと思ってもらえるように頑張りたいと思って、あ、そうだった、床を拭かなきゃなんだった、あ、そうだった、忘れてた。じゃあそろそろ終わろうかな。おやすみ、みんな。黒さん、お疲れ、ありがとう。そうだね、床にクジラでもサメも出るし、イソギンチャクが巣を作っちゃう、住み着いちゃう、隠れクマの、そう、深いの水たまりが、そうなんです、ヤシの木が生えてて、
私もクロールでもしようかなと思ってます。平泳ぎの練習とか犬かき。じゃあなんか変なこと言ってるから終わろう。やばいよね、もう頭が変だよ。私バタフライできないよ。エビフライだけどね、テロップは。わあ、今日もまた伏線回収じゃん。大ウケだよね、大爆笑。座布団30枚。じゃあじゃあ終わろう。私さっき歯磨きしたばっかりなんだけど、歯磨き粉ついてなかったかな。今更だけど大丈夫か。私歯磨きしたら絶対ここに歯磨き粉がビャーってつくんですよ。さっきさ、ハート4つありがとうございます。大丈夫だった。じゃあ終わろう。団子したよ今。見えてる？団子。なんか変な形の団子してる。ハートみたいな。あらあらあら。